このストラップの部分のゴムですね。ここを縫っていきます。こんな感じでゴムはつけてありますので、こんな感じですね。ちょっと見にくい。ゴムって伸びるので、短くて平気ですね。最初作るとやっぱり長くなっちゃうんで、なんでもそうですけど。まあ実際には測って径を測って長さを決めた方がいいですね。反対側も縫ってないので、反対側も縫っていきますね。反対側、ゴムのどこで縫うかですよね。山で縫うのか谷で縫うのか。谷の方が目立たないので、谷の方で縫っていっちゃいます。大丈夫ですね。では今度はストラップの留めですね。ストラップを どうしてもこんななってると、こんななっちゃってると格好悪いので、この辺で留めますね。で、まあ2センチぐらい開けたところから、裏側から糸を入れて、まあ生成りの色なので、菌糸のところにかからないように気をつけながら、しっかり留めができました。そうしましたら、糸が見えないように
が見えないように中で始末をしまして、中で始末をします。こんな感じですね。でこれを下に持ってっちゃいます。でそうしましたらこれを切って、まあ、見えない感じで、こんな感じですね。見えない感じでどうでしょうね。こちらもこう、こちらもこんな感じ、手がこういう感じで、手がこんな感じで入りますね、はい、そうしましたらこの部分ですね、この先の部分、この部分ももう少し綺麗に処理しますね。こんな感じになってるんですけど、はい、また中から糸を取って、で、これを巻いていきます。縛っていきます。ぐる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 縛って、途中で一回入れとけば、一回入れてまた縛って、通します。強く引っ張っても平気な糸ですね、これは。でこの中で、中で揺らって見えないようにしちゃいますね。はい、なりました。中です。中から抜いて、ここで中の中思いっきり縛って、はい、そしたらあとはカットして、ここを見るとはい、見えない感じになりましたね。どうですかね。はい、これで出来上がりです。出来上がりました。これは後ほどということで、でこれをまあ、このような感じで出来上がるわけですね。
どうでしょうかね。で、先端部分はゴムがこれね、ダイソーさんで売ってるので100円です。これをつけてこんな感じで出来上がりと。はい、これで終了。